こんにちはフフィーフィーです日本で軍国主義が復活してきた中国メディアがそう報じていますこれ完全に中国が日本にビビっているということなんですね。 以前と違って日本が中国に対してだいぶ強い姿勢になってきているせいなのか、まあ、最近の中国メディアは日本の軍国主義が復活していると、まあ、このような論調を繰り返していると言います。 その理由なんですけれども、菅総理がバイデン大統領と会談して共同声明を出しましたよね。あの日を境に明らかに日本が中国に対して以前とは違って強い態度に出ているからというんですね。中国メディアが掲載したこの記事にはさらにこのようなことが書かれていました。日本の軍国主義は長い歴史を持つ。 明治維新の後に急速な西洋化を進めて工業化に成功した日本は日清戦争で勝って列強の仲間入りをしたがこの時の日本は自信に溢れこのまま努力すればアジアのリーダーになって大英帝国に代わって世界のリーダーになれると考えていたとえつまりこの時から日本の軍国主義が芽生えたと書いているんです で、まだここから日露戦争でロシアに勝って、この日本の軍国主義の勢いがさらに大きくなったと。そして、その後日中戦争へと日本は突き進んだと。こう説明されています。しかし、その後第二次世界大戦で負けてしまい、この軍国主義は消えてしまったんだと。それはなぜかというと、 アメリカにそれを抑え込まれてしまったから。ただ、この記事の終わりに大事なことが書かれているんです。それが今日の動画のポイント。それは何かというと、なぜ日本が再び軍国主義に向かっていると中国人が感じたのか。そこにはきっかけがあったわけです。 それはこれまでアメリカに牙を抜かれていた日本ですが、最近になってアメリカと中国が対立するためにアメリカが再び日本に強くなれと、これまでとは逆に日本に対してかつてのように強い日本になるようにと、こうアメリカが日本に求めているからだと、このように書いているんですね、この記事が。 ま、ここで、軍国主義に向かっているという表現は、まあ、日本人からすれば好まないのかもしれませんね。え、それを中国に言われたくないということ。あと、何も理由もなく、日本が防衛体制を、まあ、防衛能力を強化しているわけではないですよね。これ、中国が軍事的な挑発を日本に繰り返すから、日本もそれに合わせて対応しているわけですよね。 ただ全体的にこの記事を読むと、これ日本が軍国主義に向かっていると批判しているというよりも、むしろ中国側がそれを恐れている、警戒しているという、こういうニュアンスが強い記事なんです。え実は日米首脳会談の後から、こうした中国が日本に対してビビっているような論調を書いている中国メディアの記事が目立つんですね。 では、実際どれだけ最近の日本は中国に対して強い姿勢になってきているのか。え例えば、一番最近のもので言うと、岸防衛大臣の中国に対する発言ですよねえ。中国の船が連日尖閣諸島周辺をうろうろしていることに対して、中国は目立たないところで一方 一歩ずつ侵略し、最終的には全部変えるような状況を作ろうとしている。そうした中国の動きを許さないと、こう岸防衛大臣は発言したわけです。これまでなら、まあ、遺憾の意で済ませていたのが、この時は中国の行動についてはっきりと侵略という言葉を使って、しかも許さないとまで言ったわけですよね。 これは日本政府の中国に対する大きな変化ではないでしょうか。この岸防衛大臣の発言にはネット上でもよく言ったと称賛の声が多くありました。そして岸防衛大臣の中国は侵略しているの発言に対しては当然中国が反発。そんなのは全くでたらめだと反応しました。しかもさらには中国はこんなことまで言った。 日本ではトランプ風の政治家が増えているようだとこう言ったんです。まあ、つまりこれまでの日本とは明らかに態度が変わっていることを感じているのでしょう。日本の政治家の強気な、まあ、強い発言が目立ってきているからなんです。 例えば、あの中国に寄りすぎていると言われている自民党の二階幹事長までもが、日米首脳会談の共同声明で、アメリカと日本が台湾問題に言及して中国が反発していることについて、いつもなら中国に対してまあ忖度しているような二階幹事長がこう発言したんです。日本が米中両国の間で、 率直に伝えるべきことは伝えて役割を果たすことが大事だと。中国がどう反応しようと、日本はひるまずに日本の考え方を積極的に出していくべきだと。 まあこの発言には本心では言っていないのだろうといった、まあネットでもねこんな意見が見受けられたんですけれどもえ、言葉にして発言することの影響力というのは大きいわけですね。しかもこの方自民党の重鎮ですから、まあ実際こうした発言を受けて中国側が日本が変わってきていると。 これまでとは明らかに違うと感じて、まあこうしたね、日本を警戒する記事を書いているわけですよね。また、日本が軍国主義に向かっているという、このフレーズ。これ、日本が防衛能力を高めようとするとき、いつも日本にいる活動からが、まあ抗議の時に使うフレーズですよね。まあ批判するために。えしかし、 実際に日本の海域は、岸防衛大臣が言うように、連日中国の船に侵入されているんです。4月25日にも尖閣諸島周辺の海域に中国の海警局の船4隻が来て、これで中国当局の船が確認されたのは連続して72日目なんですね。しかもそのうち1隻は機関砲のようなものを積んでいました。 2月に中国では法律が変わって、この海の上の警察である中国の海警局までもが武器を使用することができるようになったんですね。それだけではなくて、海警局に続き中国は新たに海上交通安全法なるものを改正しようとしているんです。これつい最近もこういう報道がありました。これは海事局という 中国の国土交通省の中の組織なんですけれども、ここが脅威だと判断した外国の船に、領海から退去を求めることが可能となるという、こういった内容で、これで中国は今まで以上に尖閣諸島周辺の海域などで、中国の船の活動を強化しようということなんですよね。日本の海は日本が守らなければいけません。 地元の漁師も脅威にさらされています。漁に出ることすらできません。これは中国による侵略行為の何者でもありません。日本が中国に対してさらに防衛能力を高めておくことは、これ当然のことなんです。今日本はこのインド太平洋地域を欧米の国々と共に守っていくことが求められているんです。 この海域のアジアの国々も日本がアジアのリーダーとして対中戦略に動いてくれることを期待しているでしょう。中国にはそれがかつての日本、アジアのリーダーとしての勢いを持っていたあの頃の日本と重なったのでしょう。だから日本は軍国主義に向かっているという表現を使ったのではないでしょうか。 ま、それは言い過ぎにしても、日本が中国に対して強行路線に切り替えたのは間違いないんです。でも、日本をそこまでに変えたのは中国なんです。他国を侵略し、覇権を握ろうと、やりたい放題にしてきた中国を、世界は許しません。中国はこの先、大きな代償を払うことになるでしょう。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします